はい、咀嚼麺です。まあさっきやってそのまま続けてる感じなんだけど、続きからやっていきたいと思います。でエルチドのねコンサート会場っていうか、コンサート会場だけじゃなくて、なんか周辺にいたやつら皆殺しにして、でクリアになったんで次のミッションをやっていきたいんだけど、先にちょっとこの辺のアイテム、そうこれなんか武器のパーツとかがあるんで、それ取ってフォーク取ってからもう一本ミッション取ってきました。俺のブートに合うな。あったあった。もうここの飛行機のところのやつ皆殺しになってたんで、じゃこれを盗んで、はい、乗って任せろ、俺が操縦する。参加は全の執行者として、我々は自分が住みたい世界を作ることができる。なんとぞ行こう。飛行機がちょっと操縦に与えることでそれをなせる。あ、あったあった。よし、ちょっと検索検索いけるか。そんなのない。いやべえ、しくった。注意するぞ。やれることはもうない。やれることはもうない。あ、なんか君顔似てる。動き早いからあんまり見えないんだ。やべえ、めっちゃ意味ねえ。意味ないなあ。でもこれエルチドのエリアだから、じゃあちょっとヒントとか取ってくか。武器も、あ、これ取りたい。これじゃあここのヒント取りつつかな。いるなって。いきなりシカリオのリーダーを見つけた。いかんいかんか。やつを脅かして仲間たちにも話してもらおう。あ、そういうの。これが欲しいのは別にミッションのやつっていうかポイントなんだ。ポイントだけ取れるか。なんでちょっとここドローン行かせた。ドローン準備完了。ドローンをこの内部に入れ込んで中で爆発させればさ死ぬ。これ撃ったしかない。あ、ちょっと来てる来てる来てるんで殺すか。敵の増援が接近してる。敵の増援どこ、あれか。敵の増援に向けて、どうだ。ちょっと遠かったかな。どうだ。こっちに向かってる。奴らの幹部が逃げるぞ。幹部はいいよ別に。花から興味ねえよ。いいよ、気をつけて。すごいな、戦ってくれてる。あ、ナイスナイス。援軍追っ払ってくれたわ。レベルウォーリアーさんの方が優秀だからね。ちょっとドローンがもう一個出るまで待ってもいられないんで、死んでくれた。これをこれ拾って、よし。でこれも取って取って取って、で上かな、これ。上にポイントがあるんだよね。こっち側行って、あった。スマホ。エルチドの車を運ぶ輸送車のルートとスケジュールが書かれている。よしよし。行くぞ。じゃあこれを次やるか。そうだね。これをやるけど武器がここにあるから武器取ってからだな。早く取りたいな、あの新しい武器。で、こっちになんかインフォメーションがあるんで、インフォメーション、音入れた。これどこだ、これか、これだ。やったやった。じゃあこれも取って。シカリオ同士のやり取りが耳障りだよな。こいつで妨害できるぞ。通信施設の場所だ。メダルが、あ、敵がいるな。俺の制服に合うと思うか。どこにいる。ここでこんな離れたところに何でいたんだろう。で、これを取って、で、マシンガン取りに行こう。捕まえに行こう。ちょっと、レベルウォーリアーさんたち、殺さないでよ、それ。これもう、やっつけれるでしょ、どんどん。ちょっと捕まえて。静かにしろ、歩け。OK。本来ならお前の歯を全部へし折って食わせてやりたいところだが、ボスに伝えてもらわなきゃならないからな。もっとひどい目に合わせてやるって。腕とか足はなくても喋れるよな。やめてくれ、
痛くて喋りたくても喋れなくなっちまうぞ。痛くて喋れなくなる。ヒカリオにとっては役日だ。アンモングにとってはいい日だ。きっと喜ぶぞ。 MPX ね、このこいつの武器なんか良さそうだな。お、何これ、かっこいい。危ない、爆発するぞ。危ない、爆発しちゃう。あ、てかこんな、でもサプレッサーとかついてないでしょ。あ、ついてるんだ。めっちゃいいこれ。これちょっと買ってて、これを借りつつ、次はこれか、これやろうね。ファストトラベルできる。はい、ふわって降りてきたね。で、あ、武器がさっきのなんか拾った武器はあのリセットされちゃったね。まあそんなもんだよね。じゃないとね、武器をあの集める意味がないからね。で、ここに物資が、お、なんだこのアルパカのポスターがあって、で、このどこだろう、これ、こっちか、あ、そこか、よいしょ、こっちから入る。これだ、これを取って、反乱軍は後で取りに来れるように物資に目印をつけておこう。で、あとは、あとこれをやりたいんです。マシンガンにする。まあいっか、このまま。すごいすごい、こっち側にも回り込んで、ターゲットを捕捉、周辺に注意しろ。ノーと言え。クリア。我々は生まれつき自由だ。警戒してやる。このまま暮らすわけにはいかない。敵のさ、我々と共に武器を持ってる。そうすれば誰も自由の前に立ちはだかることはできない。呼ぼう。反乱軍。あ、間違った。ヘリコプターよ。狙える。攻勢を開始。痛い痛い痛い。ハマってる。なんか壁に回ってる。やべ。グレネードなんでしょ。エミッターが攻撃を受けすぎてる。スラブだ。カタリの仲間の士気も上がるだろう。オッケー、オッケー。よし。くそ。これでクリアだ。で、ちょっと残党が出てくるから残党は殺しつつかな。これしつこいんだよね、こいつらね、ほんと。あの辺のやつらがすごいしつこいから。しないです、ないです。かなり強引な、もう強引以外の何者でもないプレイでした。あ、このミッションは基本ね、敵からあの敵が攻めてくるホードみたいな感じなんで、これでも間違いじゃない、相手しない方がいいですね。そっから入ってみよう。
旦確認。バラそう。何かにバラそう。敵の車来てる。とりあえずこれ取ろう。ラジオ的なものか。音楽かな。こちらはクリアだ。敵のスクッズです。ずっとバレる、バレるぞ。バレるっていうかもうめちゃくちゃ怪しいけどね。敵の数めちゃくちゃ多くね、ここ。ちょ、やめて。誰、こいつだ。構成する。なんでバレた？敵の車か、あれ。大丈夫っぽいな、でも。こっちから行くとちょっと危ないね、でも。この辺に上陸するか、じゃあ。こっちの方は大丈夫だと思うね。大丈夫っていうか、そこにはいるね、敵。この中にいるんだな、きっと。うん、内部にいた、一体か。サブマシンガンを持った敵がいる。光をどこの隙を見つけた。攻撃してるからダメージを受けてる。なんかエミッターとか言ってる。ドローンがジャミングされてる。音も映像もダメだ。ターゲットカルテルのメンバーが一人いる。不安になるな、これ。タレット付近だ。全然関係ないこと言い出すみたいな。どういうことなんだろう。奇怪な現象がね、たまたま起きるからね、このゲームは。で、これで、これ、この一体だけさ、なんでロックオンしてくんない？それ、ロックオンしてくんないとさ、あの、でき、間違った、ボタン間違った。できないよね、あれ。なんか、隊員たちの中にはもしかしたらね、コカをやってるやついるのかもしれないからね。だってもうこれいつまでもマーキングできないからね、一人だけ。サブマシンガンを持ったシカリオだ。ダメだな、これはちょっと、あの、一人隊員がなんか、バグってるんで、コカでバグってるから、コカバグリを起こしてるんで、シカとして、こいつ殺すかじゃん。こいつ殺す時に周りに、バレないかな。こいつ一体でしょ？一体だけ？じゃあこれは普通に射殺しようね。はい、オッケー。シュパッと。で、この機械壊そうね。これ壊すっていうか、これを止めて、で、これで、このなんかシステムが全部ダウンするから、で、あとちょっとこの辺なんとかしてほしいな。エミッターが壊されるぞ。ほら、また言ってる。絶対エミッター壊されるってさ、おかしい。ドローンが機能しない。ドローンが機能しない。よし。一人片付けたぞ。いやー、隊員たちちょっと幻覚見すぎだからな。エミッターがそれともどっかにあって、壊されたりとかしてるのもなんか、それが見えちゃう。ドローン機能しないとかも言ってる。ドローン機能しないは明らかに盲言だからね。やっぱ効果やってんだな。困ったもんだ。まともなのは俺だけか。で、2体敵がいて、ここにも1体いるな。まあ、これはいいか、遠いか。このなんかお散歩部隊ちょっと殺してもらおう。エミッターのダメージが大きすぎる。またエミッターとか。敵がドローンをジャミングしてる。反応がない。君の中だけだと思うよ、それが。あ、やべ、こっち来てんな。こっちに来てるんで、じゃあ、あの一体は俺がやっつけるか。サブマシンガンを持った敵がいるぞ。確認した。てか、橋の上だ。撃て。危ねえな。問題ない。大丈夫だ。ナイス。で、あれ壊すか。よし。で、あとはこの中はいない敵。シカリオがいる。ターレットのあたりだ。ターレット。弾だけ取りたいけど。あいつやばい。設置されてる。おーし。このエリア来た途端に急になんか、なんかありもしないエミッターの話しだす。このエリアに行く途中で、いいな、こいつは使えそうだ。効果をね、決めたんだろうね。
M249 見せて見せて。あ、何これ、かっこいい、強そうだな。じゃあこれであとはミッションをやりたいね。これか。エルチドのトレードマークの車が馬マルカに届けられる。奴の車を奪って評判を落としてやりましょう。ファンはどんな反応するかしら。いや、ファンでも逆に車盗まれてかわいそうってなるんじゃない。あの車ってもしかして動いてる、動いてるな。え、これ盗むの結構大変じゃね。いや、しょうがないじゃん。クソ、全然当たってない。やばい、中幅当たそう。早く中幅、中幅じゃなくて倉庫車に乗り物を頼んだ。倉庫車出して、どこにありますか。あったあったあった、急ぐんだ、逃げられちゃうぞ。途中までいい作戦かなと思ったけど全然ダメだな、民間人巻き込んでるし。クソ、構成する。了解。おお、爆発しちゃった。いいよ、どんどん撃て。やっつけた。よし、まだ大丈夫だ。車乗ってたやつどうなった。あれ、車に誰も乗ってない。ここまで運びたくなるのも分かる。俺たちも相当盗んできた。ウォーマンには国内に巨大ガレージを買ってもらわないと。トラックを貸してくれるかもしれない。いやいやいや、まぶしないんだ。ここから離れろ。やべえ、ちょっと壊れた、車が。あー、失敗になっちゃった。大丈夫か、そこ大丈夫。こっからさ、こっからは無理だと思うな。いけるかな、ちょっと装備が。これちょっと全然命中精度良くなかったよね。じゃあこれにして、そう、グレネードでちょっと護衛車を倒して、あの敵の護衛車じゃない方の車をこれで一発撃って。クソ、全然当たんねえ。マジか。撃つ。全然ダメだな。乗って。よし、行こう。中の人間に当たるかな。そんなにすごい。準備はいいか。めちゃくちゃたくさんいるんだけど。準備か。やま、まずい。あいつもゼロの子供ピンを買った。パーセント。壊れた。ダメだった。難しいな。
こっちに来た時にうまいことやっつけるってね。これわかんない。ちょっとうまく狙えないな。あ、そうなっちゃう。民間車両来ちゃう。そこどうしようかな。じゃあ敵車両どうなるかな。ドローンでもいいか。ドローン展開。これ敵、これは民間人か。民間人か。あ、じゃあちょっと爆弾使えないな、したら。あ、わかった。じゃあこれドローンで爆発させよう。爆発ドローンをこの後部の一番最後尾のやつのこの辺に誘導して。また敵だ。よし。で、あいつは普通に始末しようね。ちょっと上、やべ。よし。で、あの車を急いで取りに行く。あ、やめろ、壊れる、そんな撃ったら壊れちゃうよ。幹部が逃げるぞ。で、こいつまた抑留者をからかってクリアだ。だらしない野郎どうだ。じゃあこれで車を取ればいいね。わー、結構傷んでるけど、まあこいつはすごいな。ここまで運びたくなるのもわかる。俺たちも相当盗んできた。ボーマンには国内に巨大ガレージを買ってもらわないとな。トラックを貸してくれるかもしれない。親しい者たちからこれでちょっとこの車を壊れないようにぐるっと曲がったんだ。あー、やっと着いた。お、どうすればいいの。行くぞ。車はボーマンの部下が取りに来る。両親が痛むな。よし、払うのはまあいいと思うけど、車を奪うのはやりすぎじゃないのか。よくやったわ、ノマド。爆発があったことでエルチドは怯えてる。カルテルに狙われてると思い込んでコンサート会場を変えたみたい。その場所はマルカで一番高い山よ。厳重に警備された山頂を訪れる人々は美しい景色とでっかいサンタムエルテ像を楽しめる。そしてそこに行く道は一本しかない。それも警備の一環だな。奴を確保するなら帰り道しかない。それはリスクが高い。エルチドは公演が終わったらすぐメキシコに戻る。一番可能性があるとしたら、とは言ってもかなり厳しいけど、コンサート中ね。くそ、わかった。チケットを入手して可能ならエルチドを確保する。なるほど。っていう感じみたいだね。じゃあ次でもエルチドを捕まえる感じになるのかな。よし、じゃあ今回はこの辺にしておきたいと思います。じゃあまたな。